おつもりです。というわけで2022明治安田生命 J1 リーグ第5節清水スパルス対ヴィッセル神戸の試合を見に今からアイアイスタジアム日本平を迎えたいと思います。で今の時刻がね、10時過ぎなんですけども、9時前に今回は起きて、まあ1時間ぐらいスマホ触ったり、FGO やったりしわーってやって、今に至るっていう感じです。はい。昼夜逆転しててもね、やっぱ試合の時は起きるね。ちゃんと起きるわ。今日はスタジアム行く前にちょっと紹介したい場所があるので、そこに寄ってからスタジアム向かいたいと思います。それでは早速行ってきます。よいしょ。ということで、僕が来たのはこちらです。ドリームプラザ、はい、ドリプラの目の前に行きました。エスパルスの試合があるということで、なくてもまあ旗が立ってる時も結構あるんですけど、なんで試合前に今日来たかっていうと、実は数日前にですね、このドリプラの真横のここ、はい、ここの ABC マートとかユニクロが今隣接されてるところがあるんですけど、なんとここにですね2023年に複合型の商業施設が建つらしくて、だから3階が建てて11店舗出る。で、普段も来やすいようなお店をたくさん出店するってことらしいんですよ。いや、これは嬉しいね。分かる人は分かると思うんだけど、ここの手前を右に曲がるとエスパルスストアもあるんですよ。最近あそこにあるパークみたいなのもできたし、横浜のみなとみらいみたいな形になってほしいなと思いつつ、まあそこまでのねクオリティではないかもしれないけど、清水の地が盛り上がってくれたらいいなとは思うね。清水銀座のところがね、アニメのコスプレの聖地でもあったりするんで、ぜひともちょっとここにねアニメイトとかサッカーショップをちょっと建てて欲しいなって思ったりするな。ん、待って、ちょっと待って、今ドリームパルちゃんいるんだけど、ほらエスパルスドリームパルちゃんいるぞな。はい、ということで以上現地から来たまだヘルメットつけたまんまだから、このまま愛していきます。お、桜のつぼみが出てきた。あと数週間で開きそうだな。お、お疲れ様です。わかんない、パッと見。いやね、ひどい。変えてよ、色。髪の毛、髪の毛の色。それがなんか被っててよ。わかんない。髪色変えないと。いや、YouTuber 頑張らないとな、俺。待ってみようか。おお、会いたかった。会いたかった。ひろまあいつ電話出ねえから、もうブロックしたらいい。ごめん。いや、やめろ。モザイクかけるのめんどくせえんだよ。初めて動画出るでしょ、うん、てかまず初対面だもん今、うん、やばやば。昨日髪染めたいの。何色？銀色。お、いいな。いいでしょ。いいな。俺も、ね、金髪か銀か悩んだ時あったんよ、はい、結局金にしたんだけどさ事情説明一応ね、はい、動画ですると、はい、ね、ヒロムとかダイハツとかさ、いろいろ関わってるじゃん。そうね。で、その中のうちの一人が彼です。はい、シャフでーす。ごめん、それは否定しねえわ。否定、せめて否定してくれ。久しぶりの愛したでしょ。そうだね、2000年の開幕戦以来だよ。うわぁ、緊張したもん。どちらでしょ。まあ、勉強頑張ったじゃん。はい、いろいろ。あ、ヒロムから電話来たけど、もういいよ、ヒロム、キロキロキロ。うわ、ヒロ、バイバイ、ヒロム。だからせっかくだからさ、動画見てくださってる方ならわかるかもしれないんだけど、そのまあ、いろんな方に僕もよくしてもらってるから、はい、ちょっとそのなんか還元しないといけないってことで、はい、好きなスタグル1個やったー。いいよ、だってヒロム。いや、ヒロムだって。ヒロムは、じゃヒロムあいつは俺のスマホのガラス画面割ってるからあいつはダメ。ジェイカスは今日来ない。ジェイカスだって今日ちょっと用事があるから。ああ、ダメ金か。そう、だからマジで好きなスタグル1個やったー。いや、全然いい全然いい全然いい。それは、ね、スタグルにユニフォームは含まれますかみたいな、そういうお昼ご飯だから軽症炎のお弁当じゃない。ここでうまく活用していく。おっと、来るかなと思いまして、はい、持ってます。お、さすが。はい、持ってます。安心してください。持ってますってことで、はい、どうぞ。ありがとうございます。で、一応これね、新しいその牛タンが入ってる。うお、これね、うまそう。じゃあ、はい、バチクソうまそうで、俺食レポゴミクズなので、はい、お願いします。えー
なんで俺初でこれ。じゃあ場所を移動しましょう。はい、移動しましょう。めちゃめちゃうまい。すっげえ肉が柔らかくて、うん、めちゃめちゃホロホロの角煮を食べてる感じ。ああ、角煮レベルの。なんでも全然俺わかんないけど、うん、カレーもすごい美味しくて、うん、お肉も美味しくて、うん、やばいです。皆さん買いましょうか。助かる、助かる。買ってください。で、あれじゃあ CM だ。限定50食らしいのよ。お、これは早くスタジアム来てゲットしていただけると嬉しいです。ご主人さんも助かります。でも肉めっちゃ入ってるね、思った以上に、うん、結構食ったし今。マジ4切れぐらい食ってるのにまだ半分以上ある、うん、めっちゃあるね。いいね、久しぶりのスタジアムなんでゆっくりしてってくれ。はい、いっぱい写真撮るんで。ありがとうございます。素材助かる。牧場のカルビを網の上で転がし、一番美味しいタイミングで行くか。いった、オンザライス。クレバーなゲームコンダクター、西澤健太。ゴール、継承へ。席の最前列めっちゃ近い。特にタックはね、もうやばいっつって。ここ、強すぎる。やべえ。はい、マイケル、マイケル、はい、どうぞ。マイコルス、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 マイコルス。王者もいるんだもんな。
クロックぐらいが大体マーク外したら、ないね、こっからよ、こっからすることもできん。はい、お疲れ様でした。というわけで、試合終了して1時間ぐらい経ったんですけど、まあとりあえずあの試合の感想はね5分動画でいつも通り、別で撮ってあるので、もしよかったらそっち見てみてください。概要欄に多分あると思います。今からねドリプラの多分ザ・シックスかな、まだ決まってないんですけど、山下メロディさんからあの連絡いただいたので、そっちに、寄ってから帰ろうと思います。あ、バレました。次の日の朝見つけた。本当ですか。あまさかもう山下さんと一緒にご飯食べれると思ってなかった。めちゃくちゃ嬉しいです。いや本当です本当です。Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time with you. 4時半過ぎてました。カット編集終わったんで、もうちょっと今日は、一旦寝ます。こんな感じです。1日、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイチャー。ようこそグレモルの日常へ。チャンネル登録そして高評価、グレモルの日常よろしくお願いします。シミーズエスパーズ。